たぞ。あ、暑い暑い。鼻水も蒸発。本当に暑いね。みん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 。余計暑くなるからやめろって。じゃあつけつけばーし、つけつけばーし。種類の問題じゃない。この間ママと行った軽井沢は涼しくてよかったな。そこは暑くないの？うん、軽井沢は避暑地なんだ。標高が高くて夏でも涼しいんだ。避暑地か。避暑地。新之助様、本日のご予定ですが、14時からアクション仮面ごっこ、その後お通夜タイムを挟み、夕方からアクション仮面のテレビ鑑賞、それからご夕食となっております。本日のお通夜はロイヤルチョコビ、ご夕食はハンバーグを用意しております。うらー、忙しくて困っちゃう。秘書地っていうのは秘書のお姉さんがいっぱいいるところじゃない。じゃあ俺たちもいつもの秘書地に行っちゃいますか。僕ん家じゃないか。涼しい。来て正解だったわね。鼻水も復活。俺のおかげだぜ。風間くんのおかげでしょ。あれ、風間くんは？いきなり来られてもこっちには準備ってもんが。これでモイピーのグッズは全部。危ない。3時からモエピー夏休みスペシャル。しまった、絶対生で見なきゃならないのに。よりによってこんな大事な日に。今1時だからあと2時間。こうなったらみんなに帰ってもらわなきゃ。何やってるのママ。風間くんのママがフルーツポンチを作ってくれるって。すごいんだよ、このスイカが器になるんだって。ねえママ、そんな手の込んだことしなくても。ほら、時間もかかるし。だって、せっかくみんなが来てくれたんですもの。ねえ、もう、ママってば。相変わらず、無駄に広い部屋ですね。悪かったな。ねえ、何して遊ぶ？あ、僕がおもちゃを選んであげるよ。何か簡単に遊べるものを。ねえ風間くん、僕このパズルやってみたいな。こんな時間がかかるものダメに決まってるじゃないか。いつもの風間くんじゃない。それよりみんなで英語の勉強なんてどう？はい、リピートアフターミー。アップル、アップル。次は、はい、モンキー、モンキー。しんのすけ、真面目にやれよ。次はこれ、これはおにぎりだから、ライスボール。ほうほう、マサオくんは英語でライスボールっていうのか。ひどいよ、お母様くん。これはじゃあ英語で、俺の母ちゃんのケツデカ三段バラってどういうの？ねえ、なんて言うの？ちょっと待って。マイマザーイズケツデカ。いや、違うな。ビッグヒップ&スリーリバウンドストマック。みんな、おやつできたわよ。はーい。冷たくておいしい。この白玉ももっちもちだね。器も綺麗。さすがママ。僕のママをママと呼ぶな。もうこんな時間。ねえみんな、それ食べたらもう帰らないとお家の人が心配するんじゃない？まだ2時じゃない。お腹タプタプになったし、ちょっと休憩。あらあら、そんなところで寝たら風邪ひいちゃうわよ。そうだ、トールちゃんのお部屋でお昼寝していきなさい。ありがとう、ママ。僕
僕のママにスリスリするな。まずい、モエピースペシャルまであと30分しかない。なんだか僕も眠くなってきた。そうだ、みんながお昼寝してるその間に、みんな寝るんだったらこれを使いなよ。ねねちゃん、部屋の温度寒くない？うん、大丈夫。ぼうちゃん、枕の高さが合わなかったら他にもあるから言ってね。ふぅ、そうだ。むかしむかし、あるところにおじいさんとおばあさんがおりました。おじいさんは山へタケノコを取りに出かけました。よし、マサオくん落ちた。いいぞ、この調子だ。ねんねんよ、おころりよ。これでねねちゃんも落ちた。ぼうちゃんは？落ちた。しんのすけは？しんのすけ？目開けて寝てる。やった、これでモエピーが見られるぞ。まずい、みんなが起きちゃう。シュートです。美少年の岩崎大将です。僕たち全力助け隊です。やあイケメン、僕たちが2人の面倒を見るので、美咲さんは休んでて。うわ、助かる。うん、しんちゃん早く用意して。はい、じゃあ大きい方してからね。間に合わない。ゆうとくん、俺のお尻拭いてね。それはセルフで。あー、待てー、バス待てー。イケメンとドライブ。気をつけて運転して。っていうか、ついてきたら休めないでしょ。あ、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。